鈴子ココ康介、略してココ。この動画は小学生新人声優石井ココアと原鈴子が大木康介をワンランク上のお兄ちゃんにするためいろいろ教える動画です。そろそろバレンタインデーじゃない？どうなの今、女の子同士で気持ちこう交換しちゃって。やっぱそうなんだ。うちはお兄ちゃんとかに渡すとか。あ、俺忘れてた。いやいやいや、鈴子ココ康介、略してココココココナちゃんからお便りが。鈴子ちゃん、ココアちゃん、悩みというか少し先だけど。俺の名前なかったよね。じゃあもう一回最初から言ってみようね。鈴子ちゃん、ココアちゃん、悩みというか少し先だけど、バレンタインにチョコをあげたくてどうやって渡したらいいかな。お兄ちゃんの友達のサッカー部の男の子、周りの友達の中でも憧れの先輩だから、こっそり渡せたらいいな。ドキドキ。うわすごい。完全なる悩み相談だ。悩み相談ね。全然ありがとう。初めてじゃない？ありがとう。ココナちゃん、ありがとう。またコメントください。鈴子ココ康介、略してココココ。その男の子がさ、どれぐらいもらうかにもよるよね。でも人気って書いてあったから。あ、もう書いてあったわ。そうだ、他の人とは違うインパクトを残した方がいいよ。チョコだけじゃなくて、さらにプラスで何かを。どうやって渡したらいいの？放課後、部活終わった後とか。直接渡せなかった。下駄箱に手紙を入れる。なんかさ、下駄箱とか開ける。下駄箱だったらいいけど、うちのところは開けないやつだから。大体開けないやつだよ。開けないときは手紙とかを折り込んで、うん、上書きとかの中に入れとく。結果が気になる。ね、いや、ちょっと結果送ってもらわないと。ちゃんとね。ココナちゃん、頑張ってね。頑張ってね。ひらりです。まおです。今日はコメントが来て嬉しかったね。ね、いや、見てくれる人とね、話せてね、すっごいね、嬉しかったよ。本当だね、また送ってくれると嬉しいね。ね、結果がね、すっ気になるから早く送ってね。本当だね。チャンネル登録お願いします。登録してね。バイバイ。